今日という今日は我慢ならないぞ。ロボットゴーホーム。外はすごいことになってるわ。マモル君が街を壊しすぎるからよ。分かってるよ。今度という今度はこのまま収まりそうもないわね。大変です。新市街で火災が発生しました。火災？現在ビルが炎上中。その下に。ビルの下にバスが。バスが故障して動かなくなってるみたいです。中には15人の子供たちが閉じ込められています。なんとかしなきゃ。イメージ回復のチャンスよ。防弾で救出しましょう。マモル君、急いでバスを救助して。それから住民の避難が終わってないの。絶対に建物を壊しちゃダメよ。We'll be right back.
したの、マモル君。現状維持ってとこかしらね。とにかく被害を出さないように気をつけて。場所はどこ？ベイエリアから侵入した敵は。大変です！旧市街に侵入しようとしています！旧市街？まずいわね。マモル君、奴を阻止して。ゴーダン、出動！ゲートオープン。ジェットエンジン点火。ジェットコンバーター起動。メガモーターパワーオン。ゴーダン起動中。起動まで5秒。4 3 2 1。ゴーダン起動。マモルさん、旧市街は昔ながらの住宅街なんです。昔からこの町に住んでいる人たちの場所なんです。お願い、旧市街を守ってください。そういえば、三村隊員の家もあの辺りね。あ、一人暮らしなんで。今度遊びに来てください。無事だったらですけど。最善は尽くすよ。だけど、もしダメでも恨まないで。
守さん、おかげで帰る家がなくなりました。ごめん。大丈夫よ。三村隊員にはロボット条例31条が適用されるわ。家の再建とそれに伴う保証が約束されます。そうなんだ。家が治るまでの間はロボット条例42条に基づいてロボット災害被災者センターで生活してもらいます。よかった。明日から被災者センターで生活か。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。まもるさん、何かご用ですか？ロボットの強化も大切ですけど、それ以上にマモルさん自身の安全に気を配らないと。まず身を守るものから買ってくださいね。